え、それじゃあ未来2013年からっていうのも約束しちゃうからちょっとね。お願いします。この度この墜落ですね、退職じゃなくて上から落ちるんですからね、下界に落ちるんですから、墜落を節目に号を渡辺久米とつけることになります。で、なぜかというとね、星先生がまずね、渡辺さんは久米仙人だよって言ってくださったんで、これはいい名前もらったと。ところが俺新人をつけてやると、ね、で久米仙人っていうのはですね、均等に乗ってね、こう勉強しながらね、飛んでたら下に洗濯するですね、女のこの人と違いますけど、洗濯する女の人がいて、ふくらはぎ見えた途端にクラクラクラって落ちちゃって、仲良く結婚して幸せになりましたっていうスレズデビューさんにある話ですね。で、それをもじってるんですよね。で、なぜか新入までつけるのは悟りから遠い、継続課題が多い、さっき言った生理学とかで適応システムの PRDC なんていうのをまだ科研申請までしましたから続くんですよ。新課題もあるんですね、指先ハッカーとかあるので、とにかく新入もつけないことにはですね、ご覧ということで、指先ハッカーって何かっていうとですね、巨大メモリ付きの PC が最近こう来てるでしょ、出てるでしょ。で、私は自分でかなりのプロローグプログラマーのつもりなんですよ。そうすると指先でちょっとキーをいじるとですね、この中のコンコッとアラジンの魔法のランプの中の魔法をよろしくですね、怪物よろしくですね、旦那様何をいたしましょうかってパーッと出てきてですね、あともう一回ボタンをヒュッと押すとサッとやってくれるというふうなね、こういうアラジンのね、魔法使いになりたいと。はい、次、良寛さんのようなのもいいなと思ってるんですね。これ子供たちと遊びますね、孫だったら孫もいいですね、子供たちと遊びます。コムソアンギャ、これコムソアンギャ社会主義でもあるんですね。これあと巡礼ってありますね、ひたすら無欲で歩くかな、ね、四国巡礼とかあるですね。さらにその後はですね、蓬莱国に行きたい、蓬莱移動の蓬莱国のディズニーランドってなんですこれね、ディズニーランド。ただしカエル風船など数々の悪行で地獄に行く。で、それじゃあ時間がね、次に来ましたね。時間、はい。コムソシャカチの紹介の時間になりましたね。本氏は藤田正治先生といいます。山口県出身で、もう亡くなった方だけど、この方です。自作曲60曲で、明治工事という今日副曲の再発掘された人です。チナシカンの作りの名人とも言われました。それじゃあですね、竹を来ますけれども、その時、どんな思いで吹くかとかですね、自分で作った長い竹を聞きます。10分もかかるんですけど、ちょっとご容赦願いますね。これだけ話した後で社会的な結構しんどいかもしれない、途中で詰まるかもしれないけど、これはもうね、ライブできます。じゃあ、あっちに移ってね、社会的な、ここで書いてあるようなことをね、思って紹介します。
もありがとうございました。じゃあそれでは質疑は音の方にちょっと入りたいと思いますけどありますか、ね、もしあればいますか。個人的にはあれなんですね、実は去年私は私の取扱説明書を渡辺先生からいただいてまして、でそれ今冷蔵庫には貼ってるんですが、あれが日立製だったのかというと実は衝撃で、日立製の取扱説明書を東芝の冷蔵庫に貼ってるんだなって今度買うとき日立製のを買おうとかちょっと思いましたけどじゃあもしなかったらちょっとじゃあ私の方から、渡辺先生の今のお話聞いててちょっと思うのは、すでにやっぱ信念を持ってやってらっしゃるなっていうのを思っていて、でですね、私は例えば渡辺先生のお話の中で、部長さんに相談しないでも一人で工場長に会ったって話があったと思うんですけど、私はちょっとあれはできないんですけどああいう風になるっていうのは、あるいは信念を持っていくができると思うんですけど、なんか強い信念を持つ秘訣みたいなものってなんかトレーニングとかされてるのか、そういうのをちょっとお伺いしたいんですうん、若い人になんかそういう風になるような秘訣みたいな。いや、あんまりならん方がいいと思うんですよね。今の世の中厳しいしね、角を立てればね、やっぱり、自分の身は狭くなりますよ、ね、あんまり進めない。赤毛の至りということで、いやすごいって思いながら聞いてたんですけどね。はい、あ、なんかありますか。あ、じゃあちょっとマイクないんですけど大丈夫。長い間お疲れ様でした。はい、私は第1期生で3名の渡辺と申しますが、現在、私もエンジニアの端くれとしてロックをかませていただいているんですが、やはり20年経って渡辺先生の、後ろ姿を追っかけたのかどうかわからないんですけれど、考えたときにやはり先生が研究者だったんだなというふうに非常に思うんですけれど、渡辺先生にとって研究者とその日立時代のエンジニアで何をきっかけにやはり研究の道に進まれたかと、それと信念みたいなものがもし教えていただければ今後に生かしたいと思うんですけれど、全部お願いします。そうですね、研究者、なるべく現場の厳しいところにいたくなかったからというのが一つなんですね。夢を食って生きていきたかった。でもなかなかそれね、許してくれないからね、やっぱり、なんていうのかな、小さい頃よく本読んだりしてたからね、ああいう不思議なものとかね、なんかそういう探求は嫌いじゃなかったんですよ。それからやっぱり世渡りが下手だからね、排斥法でね、こっちはいけない、こっちはいけない、こっちならいけるっていうのが残ったんじゃないでしょうかね。さっきのタンポポみたいなもんですよ。他の子行って、ね、飛びも行ったら死んでるんですよ。そんな感じ。答えになってないかな。もっと励まさなきゃいけない。あまり私の人生に役に立たない。いや、後でまた話そう。他に問いますか。あ、じゃあ、どうぞ、渡辺さん。今日のその話を伺って、その渡辺先生はつくづく天才だと思いました。で我々はその渡辺先生 のユニークなキャラクターがもう非常に影響を受けて感銘を受けることも多かったけど、今日の話を伺うともっと直接的に学問的な影響を与えてくださってもよかったって。いや、与えられた方です。私はここに来て、例えばあなたなんかいたからね。いやいや、IS 談話会とかの時より今日のがずっと迫力があって、それは一瞬でコストをかけて他のことをもう、でも俺らが1月から頑張ってるんですよ。いや、もちろん伺ってたら、まあ、同じ会に行って先生のところにいろいろ質問に行ったなと思って。ありがとうございました。はい、いや、こちらこそ本当にありがとうございます。他にはどういかがでしょう。まだ時間ですか。はい、じゃあ内容でしたら、じゃあご家族の方から、じゃああなたの贈呈をお願いしたいんですけど、ご家族の方で、じゃあ前出てきてください。
っていただいて。じゃあ、案内は以上になります。じゃあ、それではどうもありがとうございました。